2009年1月29日、レイクシャンプレーン環上にて検査中のマーク38、用の 25×137mmM793 円集弾。96式 25mm 広角機銃の砲弾3種。M791-25X137mm 弾の構造図。25mm 後継弾は、後継 25mm の弾薬。 砲弾。NATO により、標準化された 25×137mm 弾、エリコン KBB 機関砲に使用される 25×184mm 弾、フランスが第二次世界大戦期に使用したオチキス 25mm、対空機関砲の 25×163mm 弾、およびオチキス 25mm 対戦車砲の 25×193.5mm 弾。 XM109 に使用される2 5 x 5 9バイト m、MM、m グレネード等が存在している。対物、対人の両用で使用される。対人目的では開けた場所や遮蔽物の少ない状況において榴弾が多人数に対する面制圧兵器として運用される。対物目的では鉄鋼弾が航空機及び車両に対して有効に機能する。 NATO で標準化された種類としては、榴弾、鉄鋼弾、相弾灯普弾、栄光弾、円周弾が知られている。実歩は、複数のカテゴリーに含まれるものもあり、例えば図に示した M791 は、栄光を伴う相弾灯付鉄鋼弾である。アップズ T、後継にはフィンを有するアプフスズ T の M919 も存在する。アミュニション2 5ト、mm、ル。 アライアントテックシステムズ。2015年2月3日閲覧。25mm M790S ファミリーオブアミュニション。2015年2月3日閲覧。M919 カートリッジ 25mm アーマーピアッシングフィンステーブルイズドディスカーディングサボウィズドレーサー。2015年2月3日閲覧。ありがとうございます。